本日をもちまして22年間に及ぶ NPB 現役生活プロ野球選手卒業します。横浜ベイスターズで10年、福岡ソフトバンクホークスで10年、東京ヤクルトスワローズで2年、本当に素晴らしい野球人生を送らせていただきました。セレモニーの最後まで残っていただきましたヤクルトスワローズファンの皆様、DeNA ベイスターズのファンの皆様、本当にありがとうございます。すいません、緊張してます。そんな現役生活の最後、こんなにたくさんのファンの方の前で披露させていただく機会を作ってくださいました東京ヤクルトスワローズ球団関係者の皆様、本当にありがとうございます。感謝しなければいけない人がたくさんいるんですけども、まずは両親、父一貫さん、あなたは私の憧れでした。生まれた頃から高校野球の監督をし、指導する姿、ノックを打つ姿をいつもかっこいいなと思って見てました。そんなあなたを追いかけて一生懸命野球をやってきた最後の舞台が、あなたが法政大学時代に守ったこの神宮球場のファースト、同じポジションを守ることを最後の舞台を用意してくれた神様に感謝します。ありがとうございました。そしてから、父が監督、子供は選手という普通ではない環境でプレーできたのはあなたが支えてくれたからです。本当にありがとうございました。そして弟、小中高と同じユニフォームを着て、野球をやりました。残念ながら僕より早くユニフォームは脱ぎましたけども、これからも仲良くまた大分でゴルフでもしましょう。何よりも、近くで支えてくれた妻、子供たち、パパ頑張ったでしょ。みんながいてくれたから頑張りました。本当にありがとう。チームの力になりたい、もう一花咲かせたいという思いで東京ヤクルトスワローズのユニフォームを着させていただきましたが、高津監督をはじめ首脳陣の皆様、力になれずに本当に申し訳ない思いでいっぱいです。スワローズに来て昨年日本一、今年はリーグ優勝を達成してくれました。周りの人から僕自身が試合に出てなくてもヤクルト強いね、今年も優勝したねと言ってもらえる喜び、チームが勝つことの勝利の輪が広がるというのを最後の最後に実感させていただきました。本当にありがとうございました。一緒に引退する、島、ぐっち、前世紀はお互い違うチームで切磋琢磨しましたが、最後に同じユニフォームを着て
同じ日に引退できることを誇りに思います。本当にありがとうございます。昨日までは今日が来るのを早く区切りをつけたいと思う日もあったり、来てほしくないと思う日もあったり、いろんな方向に心が揺れましたが、今日宗の56号のホームランを、歴史的な瞬間を見させていただき、宗のホームランを見て僕自身がどうこうっていう決断はできませんでしたけれども佐野選手の強烈なライナーを取った瞬間、あ、このスピード感じゃちょっと無理だなと思いましたえ、少年野球の頃から、あ、少年野球の監督にもよく言われてたのは、誠一は勝っても泣いてもいつも泣きよる。でもこの最後立たしているこの場で笑顔で皆さんにお別れが言えるのはすごく幸せだなと思ってます。22年間本当にありがとうございました。